皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。シーズン開幕から圧倒的な強さで、パリーグを独走してきた、福岡ソフトバンクホークス。しかし、先日の楽天との対戦カードでは、まさかの2連敗を喫し、先が読めない状況となってしまいました。このように連敗したホークスですが、試合後には、とある文言が X で話題になっています。その文言というのが、井手のせいというもの。ここに出てくる井手とは、ホークスの一軍外野守備走塁兼作戦コーチを担当している井手達也コーチ。この連敗の原因は井手コーチにあると、ファンが激怒しているのです。挙句には八百長疑惑を持たれたりしている井手コーチ。一体何があったのでしょうか。今回は井手コーチに批判が集まる理由と、八百長疑惑が浮上した理由をご紹介していきます。1993年ドラフトにて日本ハムに入団し、2005年からホークスにやってきた井手コーチ。現役時代、走力と強肩を武器とした外野手としてプレーしており、1997年にはオールスターにも選ばれ、ゴールデングラブ賞も受賞するなど活躍しました。2006年に現役を引退した井手コーチは、ソフトバンクの2軍外野守備走塁コーチに就任し、その1ヶ月後の同年11月26日に五十嵐明人さんが招聘されて、2軍外野守備走塁コーチを務めることが決定したため、1軍外野守備走塁コーチへの昇格が発表。2013年は3軍外野守備走塁コーチ、2014年からは2軍外野守備走塁コーチを務め、また2016年12月に台湾で行われたアジアウィンターベースボールリーグでは NPB ウエスタン選抜の監督を務め、優勝監督となり胴上げされました。2023年まで2軍外野守備走塁コーチを務め続け、2024年からは1軍外野守備走塁兼作戦コーチを担当。引退した2007年からホークス一筋でコーチを務め、ホークスファンにとっては馴染み深い人物と言えるでしょう。そんな井手コーチが現在ファンの反感を集めているようで、 X では井手のせいという言葉がトレンド入り、しまいには八百長疑惑まで出る始末です。一体何があったのでしょうか。井手のせいと言われているのは、コーチャーとしての走塁判断を連続して間違え、敗戦に直結していることが理由です。21日の試合の7回表にも事件が起きました。1対0とホークスリードで迎えた7回、無視で近藤選手が安打で出塁すると、続く柳町選手は空振り三振。しかし、1試から石塚選手が四球を選び出塁し、ランナー1、2塁の状況を作ります。その後、海野選手が三振に倒れ、これで2アウトとなりましたが、9番の牧原選手がレフト前に安打を放ちます。すると三塁コーチャーの井手コーチがそのまま腕を回して近藤選手を本塁へ、レフトの中島選手はしっかり送球し、結果はアウトになり得点にならず、結局ホークスは1点しか取れず、9回に2点取られてサヨナラ負け。結果的にこの暴走がなければ敗戦で終わらなかった可能性も高く、ファンからヘイトを買う事態になったのです。映像を見てもらうと分かるのですが、場所を考えてもアウトになる可能性が高い位置ですし、コーチャーの判断ミスと言っても仕方ないシーンだったと思います。ただファンが怒っているのは、この判断が間違いだっただけではありません。実は井手コーチ、前日にも同じミスをしているのです。20日の楽天戦、初回の西一塁の場面で4番山川選手が放ったライナー性の打球がレフト線で弾むシーンがありました。当然長打コース、さらにレフトの中島選手が左中間寄りに守っていたこともあり、三塁の井手ベースコーチは一塁走者の今宮選手に対して躊躇なく本塁突入を指示。しかし中継役の遊撃手の村林選手から返球された時点で、今宮選手はまだ本塁手前の約2メートルの位置にいました。当然悠々アウトとなり、もったいない結果に終わってしまいます。おそらく今季9勝目を狙う早川投手が先発だったことから、先手を取りに行った形だったのでしょう。しかし旗から見れば無謀な挑戦にしか見えず、ファンからも落胆の声が出たのです。この場面について井手コーチは、いけると思って回したけど、いいボールが返ってきてアウトになった、勝負に行った結果アウトだったというだけと淀みなく説明。自信を持って下した決断だけに尊重はされるべきと言えます。ただ自打者がリーグ唯一の3割打者である近藤選手の打席が控えていたこと、さらに初回の攻撃だったことなど、様々な要素を総合的に勘案すると、
過去に何度も井出コーチの好判断で得点を生産してきたとはいえ、もったいない本塁奮死に思えますよね。責任持ってあのポジションを任せている国母監督は理解を示しつつも、日本でトップバッターの近藤がいるという点ではもったいなかったと振り返っていました。その次の日に戦術の判断だったので、ファンはついに激怒。その結果が井出のせいという言葉になり、挙句にはトレンド入りすることとなったのです。実は井出コーチ、7月13日の日本ハム戦でもやらかしており、1点を追う4回無四満塁、絶好機で正木智也選手は三遊間を破る当たりを放ち、3走の山川穂高選手が同点のホームを踏むと、2走の近藤健介選手も勢いよく三塁を回ったものの、三塁ベースコーチの井出達也コーチが両手を広げストップを指示。近藤選手は慌てて三塁に戻ろうとしたのですが、挟殺プレーでタッチアウトとなったのです。その後、広瀬龍太選手のユーゴロ間に1点を勝ち越したのですが、大量得点も期待できたイニングだっただけにもったいないプレーとなりました。このように最近走塁指示のミスが目立ち、ファンからの信頼がなくなっている井出コーチ、挙句には2夜連続で同じミスをしているため八百長なのではという意見も多くなっています。というのも井出コーチ、もともと走塁判断が悪いコーチではありませんでした。実際好判断を多く下していますし、経験も豊富なコーチです。もちろん失敗もあるものの、過去の例は仕方ない部分がある失敗が多く、ヘイトを集めるようなミスは起こしていませんでした。ただ最近は判断ミスが目立っており、そのミスが響いてチームは敗戦しています。いきなりミスを頻発していることから八百長と揶揄されているそうです。これまで好判断でチームを救ってきた井出コーチの急な変わりようには、八百長疑惑が浮上しても仕方ないと思えてしまいます。さすがにないと信じたいですが、もしかしたら何か裏で見えない力が働いてるかもしれませんね。またホークスといえば優勝を義務付けられたチームです。しかしここ数年は V1 を続けていることから、今年こそは絶対に優勝しなければならないというプレッシャーは計り知れません。ホークスは夏場に入ってから調子が上向かず、反面猛追している日本ハムとロッテはギアを上げてきていることから焦りもあったことでしょう。しかし心情的なものが原因だとしても、結果が全てと言われるプロ野球界の掟は選手だけでなくコーチにも言えることです。過去の実績を考えれば、いきなり首を切られるなんてことはないでしょうが、判断ミスが続けば配置転換は大いにあり得るでしょう。果たしてチームとファンの信頼を取り戻し、名コーチとして返り咲けるのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。